清田育弘は、千葉県鎌ヶ谷市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。父の実家は、鎌ヶ谷市の名産である梨の農家。私立柏高時代は、投手で、球速は、最速で、時速140キロメートル前半。請球もよく、スカウトから注目されていたが、東洋大学へ進学。野球部でも、投手を務めたが、 大学3年間のプレー成績が不安定だったことから野手へ転向。4年春には打順4番で3本塁打、14打点の打撃成績を残し、ベストナインに輝いた。リーグ通算37試合122打数31安打22打点5本塁打11盗塁、打率254。投手で1試合に登板。大学卒業後は、 NTT 東日本に入社した。野球部では、入社1年目の2008年に第79回、翌2009年には、第80回と2年連続出場。特に第79回は、JR 東日本の補強選手として出場。この事後に、チームメイトとなる、木村優太とも一緒にプレーしている。2009年のプロ野球ドラフト会議にて、 地元の千葉ロッテマリーンズから4位指名を受けた。また、清田と同い年の右内外野手である、小木野隆が1位指名を受けたこともあってロッテの入団にためらいはあったものの、1位と同等の年俸と、背番号1を用意され無事入団にこぎつけた。2011年8月6日、QVC マリンフィールドにて2010年は、春季キャンプで左脇腹を痛め、 開幕は2軍で迎えたが、5月に右膝を負傷した、小木野隆と入れ替わりに1軍に昇格。5月24日の阪神タイガース戦で、福浦和也の代走として、プロ初出場を果たすと、同26日の広島東洋カープ戦で、ソリアーノから、プロ初安打を放つ。8月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、 プロ初本塁打を放つと、その後は先発出場する機会も増え、最終的に64試合に出場。打率29、292本塁打、18打点という成績を残した。クライマックスシリーズファイナルステージ第2戦では、和田武史から本塁打を放った。パリーグの新人選手が、プレイオフで、本塁打を放ったのは清田が、初めてとなった。さらに、 第5戦でも森福雅彦から本塁打を放った。新人選手がポストシーズンで複数の本塁打を放ったのは読売ジャイアンツの長島茂雄、原辰則、西俊久以来4人目であり、パリーグでは初となった。日本シリーズ第1戦では吉見和樹から1958年の長島以来52年ぶりとなる。 新人の初戦本塁打を放ち、一躍時の人になった。これで、ポストシーズン3本目の本塁打となり、長島、原、西の二本を超え、新人記録を更新した。さらに、第3戦では、同点の4回に、山井大輔から3点的時3塁打を放ち、1986年の、清原和弘以来、24年ぶりとなる、 新人選手の日本シリーズでの勝利打点を記録。第5戦では、中田健一から二点的自打を放ち、岩下光一、原、上川誠治の持つ、日本シリーズでの新人打点記録の6打点に並んだ。最終的に、全7試合に、フル出場し30打数10安打1本塁打6、打点の活躍を見せ、MVP こそ。 今江俊明に譲ったものの優秀選手賞を獲得した。2011年はプロイリアト初の開幕一軍を果たしたが、中堅守のレギュラーの座を岡田隆文に奪われ、前半戦は石峰正大と後半戦は角中勝也と併用される形で主に右翼手として出場。6月1日の東京ヤクルトスワローズ戦で支球を受け骨折し、 途中離脱したこともあったが、前年を上回る72試合に出場し、打率、244、3本塁打、25打点という成績を残した。左投手相手には打率、330と強さを見せたが、右投手相手には打率、178とあまり打てなかった。また、本塁打は少なかったが、規定打席未到達者の中では、 トップタイの2 1ルイダを記録した。2012年1月1日に高校時代の同級生と結婚した。2年連続の開幕一軍入りを果たし、3月30日に行われた楽天との開幕戦に一番右翼手として先発出場。自身初の開幕戦での先発出場となった。しかし、7月末までに65試合の出場で打率。 232と定調で、8月初頭に、出場選手登録を抹消された。1ヶ月余りを2軍で過ごし、9月12日に基軍、復帰した後は38、383の打率を残す、投打撃も好調。シーズン最後の2試合では4番打者として起用された。最終的な打率を、281まで上げ、 契約公開では400万円増の3000万円で公開した。2013年は故障防止のため 10kg ほど減量してシーズンに臨み3年連続となる開幕一軍を果たした。3月29日に行われたオリックスバファローズ等の開幕戦では7番右翼手で先発出場した。 最終的に68試合の出場と前年よりも出場試合数を減らし打率は255だった。クライマックスシリーズでは7試合で打率313と活躍したがチームはファイナルステージで敗退した。2014年はオープン戦で規定未満ながら打率395と結果を残し3月28日に 行われた福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦に一番中堅守として先発出場。4月4日から6日の北海道日本ハムファイターズ戦にかけて3打席連続で本塁打を放つなど序盤は長打力を発揮したものの確実性を欠き1軍と2軍を行き来するシーズンとなった。出場試合数は プロ入り後最小となる24試合に止まり、打率も170と2割を切った。しかし、この年に放った8安打のうち7安打が長打、うち4安打が本塁打と大気の片鱗を見せた。2015年はシーズン序盤は先発を外れることが多かったが、5月に入ると一番右翼手に定着。この年は、 打席の中での立ち位置を心の地本塁ベースから離れるようにし、追い込まれてからは足を上げずに打つノーステップ打法に変更。コンパクトに振り抜き内角にも対応できるようになったこともあり、5月9日の埼玉西部ライオンズ戦で猛打賞を記録してから、5月16日の楽天戦まで球団新記録となる4試合連続猛打賞。 5月20日の西武戦まで7試合連続マルチ安打。6月9日の中日ドラゴンズ戦まで23試合連続安打を記録。5月は24試合に出場し打率。396、6本塁打で2010年9月の西岡剛に次ぐ球団2位体となる月間40安打を放ち、一時は首位打者にも立った。 6月12日の巨人戦ではバスターで決勝の本塁打を放つ離れ技を見せた。6月29日にはオールスターゲームに選手間投票で初選出され、7月17日の第一戦で菅野智之から一時勝ち越しとなる3点本塁打を放ち、関東選手賞を受賞した。7月16日には第一回、 WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。オールスターゲーム以後は、主に3番右翼手として起用された。8月7日のソフトバンク戦では、バンデンハークからプロ入り2回目となる危険球を顔面に受けて、途中交代、そのまま病院へ直行し唇を4針塗ったが、翌日にはベンチ入り、翌々日には、 代打で出場し、ファンに元気な姿を見せた。9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。9月22日の楽天戦で3塁へスライディングした際に背中を痛め、10月2日の楽天戦では守備でヘッドダイビングした際に右肩を痛め、翌日右肩関節ネイと診断されるなど、 シーズン終盤は満身創痍だった。それでも最終的に130試合に出場して自身初めての規定打席到達。リーグ4位となる打率。317、15本塁打、67打点を記録。特に打率はパリーグの右打者に限ればトップの記録となった。クライマックスシリーズファーストステージでは第一戦で 敵時打と本塁打を放ち勝利に貢献すると、ファイナルステージ第一戦でも、先制的時打を放ったが、日本シリーズ進出はならなかった。シーズンオフには、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を初受賞し、飛躍のシーズンとなった。2016年は、開幕前の2月15日に、侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズタイペイの、 日本代表26名に選出されたことが発表された。シーズンでは3月25日に行われた北海道日本ハムファイターズとの開幕戦に3番右翼手として先発出場。その後も3番として起用されたが調子が上がらず6番や7番に降格したこともあった。三番に復帰した五月七日のオリックス戦では同点弾に加え、 プロ初のサヨナラヒットを放つ活躍を見せたが、5月以後も徐々に調子が上がらず、7月13日に1軍登録を抹消された。終盤に戻ってくると調子を上げてきたが、9月8日の西部戦で各春林からプロ3回目となる東部支給を受け登録抹消。再び一軍に戻ってくると、今度は9月21日の楽天戦で見馬学ぶから、 プロ入り後4回目となる、東部支給を受け、同じ月に2度東部支給を受けるという事態が起きた。通算4度目の危険球は、日本記録となった。最終的に、前年と同様、主に右翼手として106試合に出場したが、打率。225、6本塁打、38打点と前年から大きく、成績を落としてしまい、規定打席にわずかに届かないなど、 不本意なシーズンになってしまった。クライマックスシリーズファーストステージは2戦とも1番右翼手として出場。第1戦目に千田広次第2戦目はバンデンハークからそれぞれ初回戦闘打者本塁打を放ち、プレイオフ日本シリーズ含めポストシーズン初の2試合連続初回戦闘打者本塁打という記録を残した。しかしチームは敗れ。 ファイナルステージ進出とはならなかった。シーズンオフの12月3日に300万円ダウンの年俸5700万円で契約公開したが、その際、納得いく打席が少ない本当に苦しい1年でしたと述べている。2017年は5月14日の日本ハム戦で面倒さからプロ入り後5回目となる頭部支給を受けた。 5月26日のオリックス戦では、自身2度目となるサヨナラだを、翌日の同カードでは先制打を放ち、2日連続で、お立ち台に上がる活躍を見せることもあったが、幸福調の波が激しく、シーズンを通して1軍と2軍を往復する日々が続き、79試合の出場で打率、203、3本塁打という結果に終わった。2018年は、2月下旬に、 左ふくらはぎ肉離れで離脱したが、開幕4戦目から1軍に復帰。5月24日の日本ハム戦では、自身3度目となるサヨナラ打を放ち、月間サヨナラ賞を初受賞した。しかし、この年は、岡大会がトレードで加入し、平沢大河が右翼手に挑戦したこともあり、後半戦は、出場機会が減少。最終的に96試合で打率。 226、2本塁打、27打点の成績を残した。2019年は、オープン戦で打率、412の高成績を記録し、1軍で開幕を迎える。同じ外野手で前年ドラフト1位ルーキーの藤原、安次第に経験を積ませるチーム方針もあり、シーズン序盤は、代打での起用が主だったが、 少ない機会で結果を残して徐々に先発出場の機会を増やし、7番右翼手で先発出場した5月9日の西武戦で3安打1打点と活躍し勝利に貢献するとこれ以降はほぼレギュラーに定着。打率340と調子を上げると5月16日以降は不調だった中村翔吾に代わり主に3番打者として起用された。 5月21日のオリックス戦から同25日のソフトバンク戦にかけてチームの日本人選手では9年5月9日から13日の井口忠人以来10年ぶりとなる4試合連続本塁打を記録6月6日の阪神戦では1点ビハインドの9回裏西2塁の場面でクローザーのドリスから同点適時打を放つなど要所で活躍し打線を支えた 6月に調子を落とし、7月にはマーティンが加入したことにより、再び代打での出場が増えたが、7月28日の楽天戦で、自身4度目のサヨナラアンダを放ち、8月6日の日本ハム戦では、人生初となるサヨナラ本塁打を放った。このサヨナラ本塁打で、自身2度目の月間サヨナラ賞を受賞した。最終的にシーズンを通して一度も、 登録抹消されることなく一軍に帯同し、117試合に出場、打率。253、10本塁打、57打点を記録し、自身5年ぶりとなる2桁本塁打を達成した。2020年は、角中勝也、菅野武志らと併用される形で、主に左翼手として70試合に出場。打率。 278、7本塁打、23打点という成績を残した。特に代打では、21試合の出場で、打率、502打点、出塁率は、619と、結果を残した。10月6日に新型コロナウイルスに感染したことで、出場選手登録を抹消されたが、それ以外で、登録抹消されることはなかった。 新型コロナウイルス感染から復帰後は10月23日のオリックス戦で5年ぶりとなる1試合2本塁打を放つなど16試合で打率3334本塁打7打点と好調でシーズン最終盤の10月31日からは不審の安田昌健に代わって4番として出場翌11月1日の楽天戦では4番として 初の本塁打を放ち、史上13人目の全打順本塁打を達成した。クライマックスシリーズでは、第1戦に4番指名打者、第2戦に3番指名打者として先発出場し、打率。375と活躍したが、チームは共に敗戦し、日本シリーズ進出はならなかった。シーズンオフには7月に獲得した。 海外 FA 権の行使を実行していることが報じられたが、12月4日に残留することが発表された。同23日には翌年の契約交渉を行い保留したが、同27日に500万円減ながら2年契約の年俸6000万円でサインした。2021年は1月7日に、 写真週刊誌フライデーにより不倫が報じられた。記事によると、2017年春の食事会にて知り合った女性と3年に及ぶ不倫関係にあり、2020年9月末からの札幌遠征に女性を同伴しろっての選手らと同じ札幌のホテルでお泊り密会をしていたという。2020年シーズンは新型コロナウイルス感染防止のため球団が 部外者との会食禁止との規則を設けており、清田はこれを破ったことになる。また、この札幌遠征の直後に、球団内で新型コロナウイルスの集団感染が発生し、清田自身も感染した。しかし、球団の事情聴取に対して、清田は女性を札幌遠征に同伴したことを隠し虚偽の報告をした。これにより、球団から無期限謹慎処分を受け、 春季キャンプに参加できなかった。その後、4月30日に5月1日付で、禁止処分を解除することが、球団から発表された。しかし、5月21日発売のフライデーが、復帰初日となった、同12日の2軍戦後に、再び不倫デートしていたと報道し、同23日に、球団から、度重なる、不適切な行動及びチームに対する、 配信行為により、これ以上の選手契約を維持することはできないとして、キヨタとの契約を解除することが発表され、同28日に自由契約選手として公示された。2021年6月18日、GG 佐藤が副社長を務める、株式会社トラバースの YouTube チャンネルにて、同社が保有する、野球グラウンドで練習を継続している様子が、取り上げられた。また、 7月7日にも再び練習動画が公開され、2021年シーズン中に NPB に復帰できなかった場合は12球団合同トライアウトに参加する考えがあることを g g 佐藤が代弁した。2021年11月、清田がロッテ球団を相手取り、契約解除処分は解雇権の乱用だとして、地位の確認や、 契約9700万円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしていたことが報じられた。11月4日、第1回口頭弁論が開かれたが、ロッテ球団側は出席せず、答弁書で請求棄却を求めた。清田の代理人弁護士によると、プロ野球選手が契約解除を理由に球団側を訴えるのは初めての事例である。 広角に打ち分けるバッティングを得意とし、特に右方向へ鋭い打球を打つことに定評がある。ドラフト会議で指名された、サイのスカウトのコメントは、パワーある打撃に加え、肩の強い守備が特徴。すべてに可能性がある選手。頭部支給を受けることが多く、2010年9月16日に、ソフトバンクの甲藤圭介から、 2015年8月7日に、ソフトバンクのバンデンハークから、2016年9月8日に、西部の各春林から、同21日に、楽天の三間学から、2017年5月14日に、日本ハムの面倒さから、2019年9月23日に、日本ハムの西村天博からと、計6回受けている。また、2017年に参加した、 フェニックスリーグでのサムスンライオンズ戦でも、サ池光から、頭部支給を受けている。笑顔を大切にし、チームの誰よりもベンチで声を出して、選手を鼓舞する。鳥谷隆が、通算352塁打を達成した際には、記念のボードを頭上に掲げながら2塁ベース上の鳥谷の元へ走っていくなど、明るい性格をしている。ありがとうございます。